劇場版のゲストである沢村一樹さん、木村亮さんです。大きな拍手でお迎えください。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。夏休みのイベントということでお子さんがたくさんいらっしゃいますけど、浴衣は、はい、日本の発明品だと僕は思っていて、はい、何がいいかというとうなじなんですね。今日良い子の皆さんはうなじという言葉を覚えて帰ってください。いいですか、うなじみんなで言いましょうか、せーの。やめてください、やめてくださいね。みんな覚えなくていいからね。15、6歳になったら自然と覚えると思います。自然と覚えると思いますから大丈夫です。うなじと、はい、変身するんですよね。沢村さん実際変身してみていかがでしたか。まあ、あの本編で僕にモザイクがかかってなければ変身するところも見られると思いますけれども、あのやっぱり子供の頃からの憧れなので、はい、仮面ライダーは気持ちが良かったですね。もう変身する前はちょっとあのマッシュルームみたいな頭してるんですけども、それがもう変身した瞬間すごいかっこよくて、もうあの鳥肌がすごく立ちました。西部さん、初めてあの変身した時覚えてます、どんな気持ちでした。いや、仮面ライダーゴーストよりちょっとゴーストっぽいなって思っちゃいました。側がすごく黒と白でできていたので、仮面ライダーが、はいはいはい、仮面ライダーがダークゴーストか、ダークゴースト、はい、すごくかっこよくて、ちょっと違うと思う、西部君が初めて、そうでした時は、はい、あの僕の聞き方が悪かったんだと思います、はい、すいません、すいません、もっとはっきり聞けばよかったです。すいません、すいません。今日はですね、西部さん、中尾さん、木村さん、沢村さんの4人に今年の夏休み、自分に何か宿題を課すとしたらというテーマで事前に答えを書いてもらっています。ちょうど4日ほど前にですね、マネージャーに言われた一言がありまして、はい、8月は休みはないと思ってください。あのライダーに出させていただくときに、あの、はい、仮面ライダーは若手の登竜門になっているので、これで僕もブレイクできればっていう話を制作発表の時にさせていただいたんですけど、早くも効果が出ている、はい、あら。はい、8月は休みはないそうです。もうじゃあブレイク、ブレイク間近ですね。間近ですね、はい、嬉しい悲鳴を上げております。